はい、酒井養魚場さんの昭和20センチです。お願いします。はい、こちらも広島の酒井養魚場さんの昭和で約15センチぐらいの時に、仕入れた鯉なんですけども、なんか非常に他の鯉と比べてですね、白地がよく垢抜けてた感がありましたので、大きくしないようにゆっくり飼っておりました。今回は、真夏のスーパーということでですね、結構小さいのがメインなんですけども、これから9月、10月、11月ですね、楽しんでいただけそうな、これから飼育が楽しみでいただけそうなですね、鯉を選んで出品しております。炭もですね、こちらあんま出てないんですけど、頭の後ろとか感じからするとですね、今後出てきそうな炭がありますので、目には非常にちょっと少ない段模様なんですけど、炭が炭でこのパターンになってこればですね、目に白地炭というようなイメージでですね、出来上がりそうなイメージなので出しました。はい、やっぱ白地で見せる鯉で炭待ちなんですけどね、これから9月、10月、11月と買い込んで炭出てこればですね、変わりそうな、そんな一匹です。横です。はい、非常に麻酔かけてますけどね、夏場ってこうすぐ冷めますね。はい、お腹です。はい、非常に元気です。はい、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。